実用的ではないけれど、ゆるく笑って見てほしいポケモンユナイト実験動画、笑いうなの時間です。今日もよろしくお願いいたします。前回はね、無駄ユナっていうタイトルだったんですけど、ちょっと無駄ってあんまりいいタイトルじゃないなと思って、今回から笑えるユナイト無駄知識動画ということでね、笑いうなにいたしますのでね、よろしくお願いいたします。そして今日のメニューはこちら、じゃじゃん、第1回ファーム選手権中央ファーム最速決定戦、初代王者は誰の手に、2本目は第1回レクザラッシュ選手権最速ラッシュパーティーを決めよう。それではゆるーく見てください、どうぞ。まずはストライクの登場です。ユナイトの上の時計が出ましたら右のカウンターが発動されますのでよろしくお願いします。さあ、壁を抜けていったストライクがネイティオを切り裂いていく。さあ、ネイティオくんおびき出され、うまく時間短縮したストライク、そして右下のアギルダ青バフ CC 攻撃をかわし通常攻撃で切り裂いていく。さあ、左下のヤジロンを狙う。さあ、ここは早いんじゃないでしょうか。さあ、左上のヤジロンを次倒して、さあ最後急げ赤バフアギルダーをどう倒すか、うまく CC 攻撃をかわし草むらにいるアギルダーを倒し、ここでフィニッシュ 36.93 高記録が出た。次に登場はザシアン、伝説ポケモン、これはいい記録が出るんじゃないでしょうか。さあ、勢いよと走っていきます。ネイティオを切り裂いていく。ネイティオも攻撃するが、さすがのここはザシアンに勝てるはずもなく、右下の、あ、左下ですね、左下のヤジロンを狙うようだ。お、左下のヤジロンを倒し、さあ右下の青バフアギルダーへ向かっていく。さあ切り裂いていく、 CC 攻撃をかわして、ここでエネコが出ましたね。おっと、ここで壁抜け失敗した。赤バフアギルダー取るのに焦ったか、ちょっと動揺している、焦っているのかザシアン。左上のヤジロンを切り裂いて、さあタイムは何歩だ、 40.83、 ちょっとと届かず。さあ続いてはウの登場ですね。さあひょこひょこ歩いております、歩き方が可愛いですね。さあここは抜けられない、あ、なるほど、ここで渦潮を置くことによりネイティオの HP を削っていく、そして順調に消し、そしてネイティオを倒し、右下のアギルダーを青バフをゲットするようです。さあ誘い出し、うまく倒していく、そして左下のヤジロンを渦潮と通常攻撃で倒し、さあ左下のヤジロンを続いて倒す模様です。さあここでフェザーダンス出た。さあここの最後の赤バフ、あ、エネコを使うことによって CC 攻撃をかわし 36.30 高記録が出ました。ここからダイジェストでご覧ください。アブソルは急所がちょっと少なかったのか、思うような記録が出ず、最後倒した時は 38.33、 伸びなかった。そしてマスカーニャだったんですけれども、通常攻撃でかなり、ここでうまくね CC 攻撃をかわすエネコを使ったんですが 37.06、 1位にはちょっと及びません。最後に登場はマリルリですね。マリルくん、どんな戦いを見せてくれるんでしょうか。さあ尻尾をフリフリ可愛く歩いております。さあ壁を抜けて、あ、ここでエネコを使い速攻でネイティを倒していく。そして狙うは右下のアギルダ青バフですね。ここの CC 攻撃をどうかわすか、泡でうまくかわし通常攻撃を組み合わせ、さあここで青バフゲット、次に狙うは左下のヤジロン。さあここでヤジロンを倒せばレベル4になる。さあ技は何を選ぶ、さあ渦潮を選んだ、クリティカルがかなり出ている、これはかなりの記録が出そうだ。さあエネコで CC 攻撃をかわし 36.13、 素晴らしい記録が出た。これはウィニングランをしているマリルリ、中央に戻って喜びのダンス。結果を見てみよう。1位 36.13 マリルリ、2位ウ 36.30、 3位ストライク 36.90、 4位はこのようになりました。マリルリくん、おめでとうございます。第1回レッグウザラッシュ選手権最速ラッシュパーティーはどっちだ。ルールは至って単純。
レックウザを倒すタイムを競う選手権でございます。全ポケあり、全持ち物あり、何でも OK ですね。ただし相手ポケモンはいませんので、自陣のファームと相手陣地のファームをしてうまくレベルを上げて2分にレックウザ前に集合、そしてラッシュというね、単純ですね。第1グループのメンバーはアブソル、ルカリオ、マスカーニャ、タイレーズ、ザシアン、どんなタイムを叩き出すのか。そろそろ2分が近づいてきたようです。遅刻は絶対に厳禁です。さあ15秒を切りますよ。みんな中央に集まって、マスカーニャ登場。さあルカリオもやってきましたね。最後はタイレーツがやってまいりました。それではレックウザラッシュ選手権、3、2、1、 ゴーラッシュ。さあタイムは2秒56。これは早い。スローで見てみましょう。レックウザ出る前にザシアンが展開し、隊列も攻撃している。エネコーが入り、ダークスラッシャー、そしてフルフォースプラスの波動が飛んでいく。もうすでにない。早い、ルカリオが最後仕留めた。相手がいないのにゴールへ向かうという、これはもういつもの習性なんでしょうね。これは対するはゾロアーク、ドラバルト、シャンデラ、ジュラルドン、アブソル、この5体でございます。もう説明は必要ございませんね。さあ2分を待ちましょう。20秒前となりました。ジュラルドン君呼ばれてます。さあ14になりましたね。みんなが集合ピンかけております。さあ真ん中に集合して残り10秒となります。この5体がどう展開するか楽しみですね。2秒56を上回れるか。さあ行きましょう。ゴーラッシュ。あーすごい、2秒36出ました。スローで見てみましょう。さあ出た瞬間にジュラルディザスター号を展開し、そしてナイトフォールバースト、闇夜の豪華も刺さっている。さあもう早いですね。さすが 2.36 の世界は早い。そしてやっぱり相手陣地に向かうっていうのはもうこれはもうこれは止められないですね。今日もご視聴ありがとうございます。今日は第1回ファーム選手権、第1回レックウザラッシュ選手権やっていきましたけれども、2回目の予定はございません。やりたいという研究員の方やね、やってみたいというねこの視聴者さんいましたら、ぜひぜひコメントください。まだまだね、いろんな実験、くだらない実験ね、ほんと意味のない実験をたくさんやっていこうと思いますので、もしよければね、高評価、チャンネル登録していただけるとありがたいです。それでは第3回わらゆな、いつあるか分かりませんが楽しみにお待ちください。それではさよぼんぞ、バイバイ。